山桜はまだ20代のつもりで。おはよう。この男性のシンボルは直しさんがこしらえた。水素アートの。うちのお父さんだけあの鳥頑固なもんでね。直さん仮説申し込んだと。いや、まあ、仮説さえいかねえや。夢だから実現するかするかわかんないけども、我が家を建てて。夢で夢に向かっています。働く準備は整っている。うわあ、これ大きいな。おーい。これが気仙大工の技術なんだね。建築基準法もクソもねえと、その建築基準法曲げろ。直しさんを支えるっていうのは、それは何ですか。当たり前のことをしている人だからですよ。